華やかなショーを見るようなフィギュアスケート。色とりどりのコスチュームが描く氷上の舞踏会は、この大会最も人気を集めた競技の一つでした。女子は予想通り規定種目で、世界チャンピオンオーストリアのシューバが落ち着いた演技で大きくリードを奪いました。製図の機械と異名を取るほど正確な図形が氷の上に刻まれます。規定を終わってシューバと2位以下の得点は120点近く開き、優勝争いは自由。フリーでカナダのマグヌスセン、アメリカのリンらがどこまでこの差を詰めるかにかかりました。まず日本の山下の演技です。曲はグリエールの赤いケシの花です。さあ、ここでうまく入ってます ね。 そうですね。着地もなかなかいいです。ダブルアクセルなんです。2回転半ジャンプ、回転がシングルになりました。そうですね。膝はまだ痛むと言っています。しかし滑っている間は痛みのことは忘れていますと昨日山下選手は語っていました。このトージャンプの時にね、今も飛びました。この時に膝が痛むらしいんですけど、ですけど今日はトージャンプが綺麗に全部決まってます。シューバ選手の金メダルが確実ということになりますと、誰が銀メダル、銅メダルを狙うかということになります。どの氷の精度を手に収められるか興味のあるところですね。このフリースケーティングの点数によって大きく順位が変わっていきます。数年前まではコンポルソリーの方が6で、そしてフリースケーティングが4だったんですね。それが今のは非常に逆モーションからジャンプ入って素晴らしいです。それがフリースケーティングとコンポルソリーが半々になりましたので、フリースケーティングの強いものは、まあ、抜きやすくなったわけですね。だいたい点数もどちらかというとフリーの方が出やすいですね。ずっと高いですね。今のは2回転半ジャンプ、完全に回ってたんですけれども、着地で少しぐらつきました。本当に完全に一つのジャンプをこなすというのは難しいですね。ですね。練習でね、100発100中できてましても、試合では転んだりミスすることがあるんですからね。スピンの入り方もいいですね。
ご妖精みたいな感じですね。動きの滑らかさって言いますか、本当右に出る人ないですね。ジャンプとジャンプの間のスケーティング この滑らかさってのが非常に特徴がありますね、はい、そしてプログラム自身も非常に凝ってますね、ランが少ないんです、倒したもんですね。フィニッシュに入ります。この方になってもそのジャンプの高さっていうのが全然低くならないんですね。女子フィギュアスケート競技優勝は規定の大量点を守ったシューバに輝き、2位はマグネッセン、3位はリン、山下は10位でした。ペア種目はソビエトが伝統的な強さを守り1・2位を占めました。優勝したロドニナ・ウラノフ組の演技です。赤いサラファンです。アレクセイはなかなかの音楽家だそうですので、この彼の選曲なのかもしれませんね。もうこういう静かなとこになるとパッと感じを変えますからね。膝が柔らかいです。演出って言いますか、プログラムの組み方ですね。そうですね。このまたファーストステップが本当によほどエッジの使い分けがうまくないとできないです。